先生、こっちですよ。えい。えい。困惑。先生、どうして固まってしまってるんですか？ふふん、プラナちゃん、先生はプラナちゃんの水着姿に見とれているんですよ。ですよね、先生？そうなんですか、先生。羞恥、とても恥ずかしいです。でも、ありがとうございます。先生、先生、それでほら、もう一つ忘れてませんか？もう、アロナちゃんにも、アロナ、水着似合ってるよって言ってください。ありがとうございます。そろそろ私も水着新調しないと、先生、飽きてきちゃいましたかね。ごほん。それじゃあ、プラナちゃん、せーの、それ。いやー、先生遊びましたね。先生がこんなに体力があるとは思いませんでした。先生は遊ぶ時になると体力が無限になるんです。なっちゃって。それにしても、さすがのアロナちゃんも遊びすぎてちょっと眠くなっちゃいましたね。先生、お膝貸してください。遊んだ後の先生のお膝、最高です。はい、お邪魔します。起きてください、先生。え？私たちの水着ですか？夢。先生、一体どんな夢を見ていたんですか？先生のことだから変な夢に決まってます。もう。先生？どうしましたか？ぼーっとして。先生。